ザカリー・ハリソン・ウィーラーは、アメリカ合衆国ジョージア州コブ軍、スマーナ出身のプロ野球選手、右ト左打、MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。2009年の MLB ドラフト一巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名を受ける。330万ドルの契約金を提示され、ケネソー州立大学への進学を取りやめて入団。2010年に、 A 久オーガスタグリーンジャケッツでプロデビュー。一度の登板につき3イニング50球という投球制限を課され慎重に育成された。7月にはオールスターフューチャーズゲームにアメリカ合衆国選抜として選出された。2011年7月11日にカルロスベルトラントのトレードでニューヨークメッツへ移籍した。2012年は A 級 ビンガムトン・メッツとトリプル A 級、バッファロー・バイソンズで12勝8敗、防御率3.26を記録した。シーズン終了後には、MLB 公式サイトの有望株トップ100において、第6位にランクインした。11月20日に、メッツの40人枠に加えられた。2013年6月18日の、アトランタ・ブレーブス戦に先発し、メジャーデビューを果たした。 最終的には17試合に先発登板して7勝5敗、防御率3.42、ホイップ1.36という、まずまずの成績を残した。2014年はフルシーズン先発ローテーションで投げた。防御率は前年よりやや悪化して3.54だったものの、メジャー初の完封勝利を含む11勝を挙げた。また、驚異的な三振脱出能力を発揮し、 185.1イニングで187、脱三振、脱三振率9.1という数値を記録した。しかし、請求力で課題が見え、1.0イニングあたりの、投球数17.8は、リーグワーストだった。2015年3月16日に、右肘内側即副靭体の断裂が判明し、5月25日に、トミー・ジョン手術を受け、シーズンを全休した。 2016年8月6日、A 級戦とルーシー・メッツで実戦復帰したが、その後の状態が良くないため、そのままシーズンを終えた。2017年は3年ぶりにメジャーに復帰したが、右腕の故障で2度故障者リスト入りし、8月24日にシーズンを切り上げた。17試合の先発で3勝7敗、防御率5.21に止まった。 2018年は先発ローテーションの争いに敗れ、開幕はトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで迎えた。それでも4月11日に昇格して、マイアミマーリンズ戦で先発した。その後はローテーションを守り、29先発で12勝7敗、防御率3.31の成績を残した。2019年は31先発で11勝8敗。 防御率3.96を記録した。オフの10月31日に FA となった。2019年12月9日にフィラデルフィア・フィリーズと5年、総額1億1800万ドルで契約を結んだ。2020年は、新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンとなり、開幕2試合目の7月25日の マイアミ・マーリンズ戦が新天地デビュー戦となった。順調に先発ローテーションを守り、最終成績11先発、4勝2敗、防御率2.92を記録した。しかし、9月9日にジーンズを履く際に爪が剥がれる、怪我をしており、オフの10月に手術を受けた。2021年前半戦を防御率2.26の高成績で折り返すと、自身初となる。 オールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは9回表西から登板し、オールスターゲーム初出場を果たした。球種は、フォーシーム、ツーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップの5種類。最も効果的な球種として、以前はツーシームを好んでいたが、最近は最速98.5マイルパワー。 平均94.5マイルパーアワーを計測するフォーシームを多用し始めてから成績が向上した。変化球の中ではスライダーとカーブの評価が高い。請球に若干の不安を残す。ありがとうございます。